腹筋が苦手な方、安心してください。今回の動画を最後まで見ることで、あなたの腹筋のレベルを標準に持っていくことができます。腹筋は手をバンザイすることで、しっかりお腹に効かすことが実はできるんです。今回のルールとしては、解説している間はスマートフォンを手に持ってもらって、実践している間は置いてください。また解説の時は、スマートフォンを手に持って動作を行ってください。それでは紹介していきます。基本的な腹筋運動、上体起こしなんですけども、3、40代の男性が基本的には20回。3、40代の女性が平均が10回。5回以下っていう方は標準以下になってしまいます。そこで今回、腹筋をつけるためには手をバンザイした方がお腹に効くんです。実は手は頭の後ろに置く場合が多いんですけど、頭の後ろに置いた場合、脇が締まってしまって、上半身の力、脇とか肩とか頭を起こす動きっていうので、腹筋への負荷が逃げてしまいます。これで何回できてもお腹にはあんまり効いてません。今回は手をバンザイすることでお腹にしっかり効くんですけど、バンザイしていると手がブラブラして難しいです。ですので丸を描く感じで腹筋をしていきます。こういう感じです。丸を描くと手のハンドを使いにくくなって頭を無理に起こさないようにお腹に効かすことができるので丸を作って腹筋するのがおすすめです。しかしここまでしか上がれない人多いと思います。この場合は手を振り下ろしながら体を起こしてください。丸を振り下ろす感じで体を起こす。ももに胸をつける感じです。この動作を一緒に20回ほどまずやっていきましょう。普通の腹筋で首が痛いよって方は、このシットアップが一番おすすめです。スマホを下に置いてください。掛け声に合わせて起きていきましょう。息は1回ずつ。戻ったら吸う。っていう風にやっていきます。それではいきます。3、2、1、5、1。息しっかり吐いて、2、3。辛い方は手を振りながら、し、ももに胸つける感じで、5、6、少しペースが遅れた方はいいです。20回まで、7、OK っていうまで頑張ってください。8、9、10、足が少し浮いてもいいです。11、12、13、14、お腹をしっかりへこませながら、15、16、17、18、19、ラスト20。はい、OK です。20回できてない方も OK です。今のでお腹と首が鍛えられてます。そしてしっかりももに胸をつけることによって腰がストレッチされるので反り腰や下っ腹出ているのが改善されます。今回はバンザイのデッドバグです。手は丸です。足は少し広げます。ちょっと足を持ち上げてバンザイから丸を作って上体を起こしてキープです。それで首が痛いよって方は丸してる要領で手は頭に添えてください。
なので、肘はしっかり開いてね、頭を持ってください。脇が締まってしまうと、どうしても手で頭を持ち上げてしまうので、首を痛める原因になります。丸を作るか、軽く頭に添えるか、っていうので、5回行っていきましょう。1回ずつ、呼吸は10秒間吐いてください。途中で倒れてもいいです。息は10秒吐いてください。それではスマートフォン横を置いて、掛け声だけでいきましょう。体をしっかり起こして、足を軽く持ち上げて、息を吸っていきます。3、2、1、GO! 1、2、3、4、首痛い方は下向いて、6、7、8、9、10、5秒休みます。5、4、3、2、1、息吸ってスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5秒休みます。あと3回いきましょう。4、3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。あと2回です。4、3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、息しっかり吐いて、10、OK。あともう1回です。4、3、2、1、はい、ラストスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。お疲れ様でした。今の2種目を継続してやってみてください。お腹をへこませる力がつきますので、姿勢も良くなって、ご飯を食べた後とか、水分取った後にお腹が出にくくなります。お腹がすっきりして呼吸がしやすくなりますんで、ぜひ継続してやってください。頑張ってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。